チェロ、ポロチェロ、ポロチェロニュース。皆さんこんにちは、ポロチェロニュースのお時間です。こんばんは。今日はですね、7月10日に実施される、アップデート 2.0 と呼ばれている、まあ、大型アップデートですね。そちらの、お知らせを紹介していきたいなと思います。うむ、まあ、その前にですね、今画面にも映ってるんですけども、7月9日の月曜日、20時からですね、なんとグラスマ TV のライブがあるということですね。こちらは非常に楽しみになっております。気になるな。そうですね、武井さん、深作さんという、まあ、いつも の, あのおじさまの2人ですねが、まあ、登場して、非常に面白いライブになると思いますので、こちらも要チェックかと思います。楽しいぞ。はい、で今回はですね、ゲストに、ソフィアさんを、お呼びしております。どうぞソフィアさん。その頭にグランブルグランブル確かできないその頭にノルディックだその頭に傘のあげるよ。カットでその頭に風穴を開けるよ。はい、今日はですね、まあ、ソフィアさんなぜ連れてきてきたかというとですね、まあ、水着ガチャで、常夏のソフィアというのが実装されるということもありましたので、まあ、今回はソフィアさんをお呼びしました。みんなお待たせ。はい、ではですね、7月10日、メンテナンスのお知らせをご紹介したいなと思います。まあ、まず一番違うのは、今まで深夜に行われていたメンテナンスなんですけども、10日の火曜日は10時から15時というところで、結構あの日中にですね行われますので、まあ、ここは注意が必要かなと思います。うむ、結構ですね今回てんこ盛りなので、まあ、ちょっとご紹介するのが、なかなかお時間、要するかなとは思うんですが、まずはフォース覚醒システムの実装ですね。まあ、こちら皆さんが楽しみにしている、フォース覚醒というところで、まあ、各ハンターのリンクコンボ、ハンタースキルの強化や各アビリティの強化など、さらなる能力の向上を行うことが可能になります。で、まあ、今回だいぶ、明らかになってきたんですけども、フォース覚醒を行うには各ハンター専用のフォース、もしくは、フォースの破片、マスターフォースっていうのが必要になるということですね。かな。今のはどっちだったんですかね特に呼んでなかったね。どっちの声かちょっと分かんなかったんですけど、セリフがアンバルで声がソフィアになろうとしてたみたいなそんな感じですかね。はい、では、フォース覚醒だな、入ってきた。で、そうですね、まあ、いろいろ明らかになってきたんですけども、このフォースの破片等ですね、まあ、こういったもので、ここをどんどん開けていくというところですね。でガチャハンターの、重複時のアイテム追加というところで、それぞれリアリティに合わせて、ハンターフォースというところが、もらえるようになっています。まあ、あの星4の場合はですね、絆の経験値と、ハンターフォース1個というところです。で今まで、まあ、オーブンも一緒にもらってたんですけども、そこに変更はないということですね。まあ、こんな感じで、追加でもらえるというところになっています。ご褒美がたくさんもらえるね。で、絆レベルの最大値を150まで解放と、今は99だったんですけども、150まで解放するというところですね。まあ、これもあって先ほどの、絆経験値っていうのが、プラスアルファでもらえるというところも、まあ、ここら辺の、まあ、レベル上げが困難なのかもしれませんね。はい、で、リングコンボ、ハンター付きの、レベルシステムの実装と、ここも、フォース覚醒を通じてそれぞれ最大レベル5まで強化することが可能とということですね。まあ、前回もアーベルさんが例に挙げられてたんですけども、今回もアーベルさんのリンクコームがこうでかくなるというところで例に挙げられております。であとはハンター覚醒の上限を星5まで解放と、
まあ、ここも前回ありましたね、星2星3キャラが星5まで上がるというところで、こちらも今まで埋もれてたハンターがどんどん使えるようになりますので、グラスマされている方はですね、挑戦修行というところが非常に好きな方が多いかなと思ってますので、何々縛りというのが結構流行ってきそうかなと思っています。俺のライバルはニコラウスだ。はい。で、武器制作システムの実装ですね、こちらが、クエストやチャレンジで獲得した武器を消費して他の新たな武器を制作することが可能になります。はい、ここにあるように、武器強化と武器制作というのができています。まあ、これがですね、その全く新しいものができるのか、それとも既存の武器が作れるようになるのかっていうのがちょっとまだ分かりづらいところかなとは思うんですけども、ここもですね、こうご期待というところですね。で、星5武器の追加、いろいろですね、属性ごとに武器が追加されていますと。で、武器制作で大量の素材ポイントを使用することで、制作が可能ですというふうに書いてますので、ここら辺は、まあ、武器制作でゲットできる武器になってくるのかなと思います。ここで気になるのがですね、この新鮮追加券、追加バーですね、これは。まあ、こういうものを実装してくるという、まあ、心の余裕がまだグラ様にあるのかなと思いますね。面白いこと言ったと思ってる？その頭に風穴開けるよ。はい。一部武器のリアリティの見直しというところで、星2が星1、星3が星2、星4が星3で、星5が星4に変更されると、まあ、これが結構衝撃的だったんですけどね。この、非属性、まあ、それぞれ属性ごとにですね、星5だった、まあ、レアリティというのが星4になっていくと、まあ、ここの中で、まあ、そうですね、僕が結構びっくりしたのはやっぱりジャタイユですかね。これが星4になるということになるんでしょうか。まあ、非常に強かった武器なだけにですね、まあ、どれだけステータスが下がるのか、もしくは下がらずに星だけ下がるのかっていうのはちょっとまだ分かりませんけども、あ、各武器のパラメータ属性、重さ、強化費用などには変更ありませんというふうに書いてるので、レアリティだけが下がる形になるんですかね。ちょっとまだ、明言はできないんですけども、まあ、ここもちょっと気になるアップデートかなと思います。おいおい、俺の月回りがリアリティ下がってるぞ。まあ、本当ですね、下がってますね。はい。で、まあ、あとは遠征エリアの、獲得報酬を調整しますというところも、ありますね。あとは武器アイコンのデザイン調整で、僕は個人的にこれがすごく嬉しかったんですけど、戦闘でも、覚醒前の見た目に変更可能と。まあ、僕はですね、よくハンデッドを使っているんですけども、まあ、帽子をかぶっているハンデッドの方が好きなので、そちらに変更してるんですけども、まあ、ボール A ですね、まあ、アイコンは、覚醒後のアイコンになってたんですけども、まあ、そちらも変えることができるということで、こちらは非常に嬉しいアップデートかなと思っています。そういうのいいよね。はい。で、これは結構皆さんが待ち望んでいたかなというところなんですけども、スタンプの追加というところで、まあ、スタンプのカスタマイズで、それぞれ選べて使えるというところですね。まあ、ここにハンデッドがいないというのが非常に気になるところですが、まあ、必ずアイコン、スタンプはあるかなと思いますね。はい。あとは各種、武器ダンジョンの開催日、開催日程を変更というところですね。まあ、それぞれ変更になってますと。で、ダンジョンバランスの調整、あとはパラメーターバランスの調整ですね。まあ、ここがどういう風になるのかっていうのはまた別途ご案内させていただきますということなので、まあ、それぞれハンターごとに、まあ、このハンターがどういう風になったよっていうのがまた一覧表でですね、まあ、前回のように出てくるのかなと思います。あとは対戦時のヒットポイント補正の再調整、あとはヘビー解除の処理変更、まあ、ここが結構物議をですね醸し出した、アップデートになるんですけども、ヘビー状態の地面で、ヘビー状態の地面を移動で塗り返せるアビリティはレジヘビーを有するハンターのみとなりますと。で、レジヘビーを所有してないハンターの場合、ヘビーの上を通過しても、ヘビー状態を解除することができませんと。
ということなので、まあ、ヘビ持ちではないハンターの場合は、濡れないということになりますので、まあヘビダンジョンにおいてはレジヘビを持っている、ハンターっていうのが結構必須になってくるかなと思いますね。俺もソフィアもヘビがないんだ、ヘビがないんだ。あとはアークコアの処理変更だったり、弱点資源数を変更と、まあ、ここら辺も前回、あったかなと思うんですが、そうですね。あと新商品グラスマパスを追加と、30日間継続型の、新規商品グラスマパスの販売を予定しておりますと。なので、まあ、月1回課金みたいな形になるのかなと思ってますね。まあ、こういう、まあ、課金であればですね、まあ、グラスマを応援するという意味でも、まあ、チェロさんも、このパックだけは課金するというふうに、まあ、考えているのかなとは思うんですけども、まあ、ポロさんはですね、まあ、100% 課金するかなと思っています。偏見は良くないよ。はい。あとは、新パック商品を追加ということですね、ギミック支援パックだったり属性支援パックで、ここですね、新ハンターの追加、常夏のソフィア、常夏のラメール、あとエリーネ、まあ、エリーネはちょっと分かんないんですけども、まあ、この色通りの、ことであれば、まあ、闇属性だったソフィアが風属性、水属性だったラメールが火属性で、まあ、現れてくるのかなと思います。まあ、火の、加速キャラというのがいなかったんでですね、まあ、これは非常に嬉しい、追加かなと思いますね。私の水着、俺の水着はないのか。なんか今途中で変わりましたけどね。はい。あとは新イベントダンジョンの追加ということで、まあ、絶級ダンジョンが来るというところですね。まあ、水のダンジョンですかね。で、あとはイベントダンジョン、秘境のオアシス中級と、まあ、ここもまたあれですかね、中級でイベントダンジョンということなので、正月だったり、バレンタインとか、まあ、そういった形で、まあ、何かしら、お得なダンジョンになるのかなと思いますね。はい。まあ、以上がざっくりなんですけども、今回の大型アップデートの、詳細になってます。まあ、ちょっと間違った、ね、表現等あるかもしれませんが、まあ、そこはお許しいただければなと思います。まあ、今回、非常にあの大型アップデートということになって、まあ、グラスマユーザーがですね、非常に楽しみにしている、アップデートになるかなと思うんですが、まあ、最後に、アンバルさん、ソフィアさん、いかがでしょうか。俺は特に何もない。今回は私が主役だから、みんな私を使ってね。はい。まあ、以上がですね、ポロチロニュースということになります。まあ、またですね、ライブ等で、お会いできればなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。以上ポロチロニュースでした。次回に期待する。